あ、逃げない逃げない逃げない、しーちゃん、やめて。え、こっちこっち、えい。あれ、始まってる始まってる、これ。あ、逃げないで、しーちゃん、逃げないで。こんばんは。やめてやめて。しーちゃんがあの私のベトモンのモヘアのセーターを激しく噛んでるので、ちょっと一旦いろんなことを整理しますね。はい、こっちこっち。ああ、すいません、バタバタで。こんばんは。あ、もう聞く前から声も音声も。いや、合ってないね、声ね。タイミング。合ってないでしょ？これは。ちょっとやってみよう、ちょっと調整してみます。あれ、ここだけかな。ちょっとごめんなさいね。声が遅れて聞こえますか？あ、治った気がする。治ったんですか？若干マシになったんで、これでいきます。皆さんこんばんは。メンバーシップの方はこの間ぶりで、そうでない方はお久しぶりです。今日は週の真ん中ですか、今日何曜日、水曜日、水曜日の、 あの一番ね、皆さんお疲れのタイミングでお集まりいただきありがとうございます。あの、恐縮です。なぜなら私が自分の誕生日のプレゼントを自分でポチるというのを見守りに来てくださった既得な皆様に何と言っていいか分かりませんが、ありがとうございます。いや、あの、ありがとうございます。なんか皆さん、あの、お誕生日おめでとうってね、本当にこの、あの、そう、インスタの DM とかでも、あの、メッセージくださった方もいらっしゃって、何人か、ありがとうございます、本当に。それがなければね、それとこの配信がなければ、しーちゃんも何も言ってくれないし、あの、とても、あの、悲しいことになってたかもしれません。でも、おかげさまで、ありがとうございます。はい、本当にたくさんのバースデーケーキが届いてますね、チャット欄に。食べきれるかな？うん、そんなこと言ってていいんでしょうか。待ってね、なんかチャットでこうなんかコミュニケーションをやるべきなのはわかるんですけど、久々のあのメンバーシップではやってるんだけど、ライブね、久々のこの皆さん一般公開でやるから、さすがにちょっとこの速さについていけずに、ちょっとお名前を省略させていただいちゃっておりますし、最後に、あ、最後っていうか、あの、チャット、後でアーカイブ、私何かまたヘマやらかさなければ、アーカイブ残して、チャットも見れるようにするので、それで私もちゃんとチャットもう一回読ませていただきますので、何かまた住所とかクレジットカードの番号を流出した際は、画像、映像を編集するとね、チャットが出なくなっちゃうんで、
過去そんなことが何回もありました、お前はそれを何回やるんだって言われそうですけど、今日久しぶりなので、あと今日ちょっといろいろバタバタしておりまして、心がいろいろざわざわしておりまして、何かしでかす可能性が、140% ぐらいあるので、やると思います。で、本当にお誕生日ありがとうございますね。なんかあれですかね、ちょっとチャットを見逃してたら悪いんで先に言っちゃいますけど、何歳ですかって、多分気を使ってそういう質問はしないかな、こんなおじいさんに。もうね、もう自分からおじいさんって言ってこうと思って、結構おじいさん、こういう、こんなおじさんになりたいは嬉しいけど、こんなおじいさんになりたいとかっていうのはちょっとショックだったんだけど、今日実はちょっと実家の方に帰らなきゃいけないことがあって、で実家の母親とか話した時に年金の話をして、今うちの母親年金いくらもらってんだろうとか思って、で俺はいくらもらえるんだろうとか話をして、私ね、今日で56歳になるんです。だから早ければ60歳から年金ってもらえるんでしょ。だからあと4年で年金もらえるって話をしたら、さすがにうちの母親もビビってて、いつの間にそんな年齢になったのと、自分もびっくり、年金のことをもう視野に入れて生活をしなきゃいけないっていうの。56になります、皆さんのおかげで。ありがとうございます。はい、なので、ちょっと自分がおじいさんであるということをある程度認めつつ生きていかないといけないかななんて思っておりますが、まあ、おじいさんには見えないよなんていうね、ご意見お待ちしております。そうなのよね、本当にマジで俺会社員じゃなくて、会社員の時期本当一瞬しかなかったので、基礎年金っていうやつしかなくて、2、3日前に年金いくらもらえる予定ですよみたいに来たのびっくりして、マジでかと思って、こっからいろいろ天引きされるんだろうと思って、やっていけるわけねえじゃんって思ってびっくりしてるわけですけど、まあ多分その頃は私はバブルっていうお店をですね、この動画で言ってますけど4年後にやろうと思ってるから、そのお店でいっぱい儲けてるから、まあ年金の心配はしなくていいと思うんですけど、皆さんは私がポチるのを見に来てるんですよね、誕生日プレゼントでも。ちょっと今心を整えるためにもうちょっと余計な話をちょっとだけすると、今日は誕生日ということもあって、まあちょっとバタバタしてたんですけど、免許の書き換えっていつの間にか誕生日までじゃなくて、誕生日のあと1ヶ月過ぎてもうできるみたいなんだけど、そんなことやってるとやらなくなると思ったんで、今日誕生日だから本当にちょっと隙間を縫ってやってきたんですけど、で写真を撮ると。で私前の免許の写真を撮った時に、あれはイザベル・マランのトラックジャケットを着ていって、こうジップ上まで上げて、でこうカッコつけるために顎をこう引いてちょっと上目遣いで撮ってもらったりとかしたんですけど、その後講習受けて、免許証受け取ったんですね。これ前多分トラックジャケットの動画の中でも言ったと思うんですけど、その写真を見てびっくりして、本当に悲しいお知らせなんですけど、重力でいろんなものが、顔の筋肉が下にもうダルーンとなってるところに、こうトラックジャケットの上まで開けてこう顎を引いたから、ここ30顎になって、30顎のおじさんがこうね、カメラ目線になってる免許をもう何年間か使って、今日はその過ちは犯すまいと思って、マルジェラのアーティザナルのトロンプルユーの、このアフガンスカーフのやつをこうね、こうクルーネックですっきりしたやつを持ってって、でまあ適度に顎も引かずにパッと前を見据えて撮ったら、割とシュッとした写真が撮れたので、でもちょっと本当最近寝てないんで目の下にちょっとクマはありましたけど、それでこれから無事に運転していきたいと思います。なので皆さんもちょっと顔の筋肉のたるみが気になる方は、こう上までハイネックのね、ものアイテムを着て顎を引くと後悔してしまいますよと。若い人は全然いいんですけど、何でしたっけ、おらもおじいさんだっていうのが、56若いですよ、見えない、こんなおじいさんかっこいいです、
こんなおじいさんかっこいいわ。うん、こんなおじいさんかっこいい。あ、そうなんですよ。うちのソフィア隊員っていうのがいるんですけど、ソフィア隊員が初めて登場した古着屋さんの会があって、あれも1ヶ月か2ヶ月前の動画なんだけど、今日コメント入ってそれ見たら、すごいおじいちゃんと孫感がすごいってわらわらわらって出てて、多分いい意味でほのぼのとしてるっていう意味で書いてくださったと思うんですけど、そういうコメントが入らないようにおじいさんじゃない感じで張り切ってやっていこうと思ったんですけど、どんなに頑張ったってその感じは出ちゃったっていうことで、それでちょっと今日は決意を決めて、56歳なんだからおじいさんも受け入れていこうっていうふうにちょっと思いました。ちょっと待ってね。ありがとうございます。オーストラリアからの方とかね、寝てないとかね、寝てないっていうのはね、また、でも昨日の夜、今日ポチるためにある程度下調べしておかないと本当にパニクると思ったんで、夜調べてたら本当寝れなくなっちゃって、でよーし3時ぐらいかな、よーし寝ようかなと思ったらば、しーちゃんがね、多分昨日の夜人は早めにしーちゃん寝ちゃって、で3時に目が覚めて、朝だと思ったのかどうか分かんないけど、下の方でワンワン吠えるので、そこから下に行ってしーちゃんもう一回寝かしつけるまでこうやって撫でて、でうとうとし始めてたら、ちょっと実家から電話かかってきて、で行かなきゃいけない用事ができて、であんま寝てないと。で午後免許取りに行ったんだけど、もう2時間講習なんで、私なんか知らないけどいつの間にかスピードが出過ぎてたみたい でそれ2時間起きてる自信がなかったけど、やっぱりちょっと真剣に話を聞いてるふりしてたらば、目が冴えてきて、なのでいい感じで今ハイになって、あ、しーちゃん今こうなってるけど、私ちょっと大切な今日のアイテム忘れてきた。ちょっと待ってね、しーちゃん動かないで。お尻でしーちゃんの顔をして、すいません、誕生日なんでロング缶を行かさせていただきます。これ親戚のおばさんが、優しいおばさんが私にくれたんですけど、しーちゃんも飲む。はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。私が幸せ、どんなに幸せかっていうことをお伝えして、その私が幸せであることが皆さんの幸せだっていうふうに思ってる人とか思ってない人も見てるかもしれませんけど、まあ思ってない人は思った方が幸せになれるよっていうことで、皆さん幸せになりますように。はい、乾杯、おめでとうございます。いやー、昨日聞いたんだけど、今日アガサ・クリスティの誕生日なんだってね。道理で私ね、推理小説家になろうと思って小学生の時いっぱい書いたんですよ。ああとか言ってると15分ぐらい過ぎちゃうと。はい、ありがとうございます。そうね、おじさんかおじいさんかは気の持ちよう。私の中ではお兄さんなんですけど、私がいくらお兄さんだと思っててもね、まあいろいろ多様性の時代ですから。はい、ポチっていきます。で最初に、これは残念なお知らせなのかもしれませんけど、去年のお誕生日にボッテガのバックパッカーで20何万円のやつをねポチったじゃないですか。私も、まあ、あの時もね、全然お金持ってるわけじゃなかったんですけど、さらに最近、ちょっといろんな出費がかさんでまして、さすがにそれは無理だろうと今日、さすがにっていうか今日、大幅に予算を縮小して、本当にね、見てる方には、チッと思われるかもしれない、夢のない話かもしれませんけど、大幅に予算縮小してます、自分の中で。できれば5万円。できれば5万円で、なんか、いいもの見つけたい。ただ、せっかくのチャットを見ながらなので、それは、もう、ちょっと後先考えずにでも、ポチった方がいいっていうご意見があれば、もしかしたら500万円のものをポチるかもしれない。それは皆さんの盛り上げ次第ってなっておりますが、今私の中では5万円だなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、
5万円というかもっと安くていいものがあればもっといいんですけど、まあ、いくつかは目星つけてるので、まあ、そこを見つつそこから派生していく場合もあると。で、金額じゃないと。そう、ありがとうございます。身を、ソングバードさん、身を削りすぎなくていいのではと。そうなんですよね。ただ私が洋服を買うということは身を削ってるということなのかどうなのか、今までずっとそれでギリギリの生活をしてきて、ただ今日そうね、年金の話をしたっていうのもあるかもしれない。あと本当に最近ね、洋服以外にいろいろとね、出ていくことが多くてですね。だから身を削ってるつもりはないんですよ。本当に洋服で破滅してこその人生と思ってるところもある。あるけど、必要のないものは買わなくていいかなとは思ってます。そろそろ大人なので。で、そうね、今週ユニユーもあるしねって。これね、今ユニクロユーのスウェットパンツを履いてて、もしかしたら今日ちょっとなぜこれを私が今履いてるかっていう話にもなるかもしれません。ちょっとね、そんなだらだら話してるとあっという間に明日になるので、ちょっと見ながら話しますかね。ちょっと画面を切り替えて、いきなり私のクレジットカードの番号とか映る可能性もあるので、皆さん緊張して見守ってください。よいしょ。はい、ロエベの公式のサイトが出てきました。で、上にいろんなタブがバーッと並んでいて、ここにいろんな危ないタブは並んでないと思うんですけど、ね、ちょっと思ったの、2、3日前まで思ってたのは、去年ボッテガをポチった。で、今年も今まで自分で買ったことのないハイブランドを買うと、いろんな意味で盛り上がるかなと思って、で、ロエベかと思ったわけです。今までロエベ買ったことなくて。で、ちょっとね、JW アンダーソンさんの自身のブランドはよく見てたんだけど、やっぱちょっとね、クリエイティブすぎて、私がうまく着こなせないかなと思っていたんだけど、まあそれは今も変わらないんですけど、気持ちは。ただ、ロエベを見たら、超いいね、ロエベ。改めて。で、このジャガードセーター、まあ、234,300円。買えるわけがないし、全部売り切れちゃってるんですけど、私ちょっとロエベわかんないけど、これ多分ね、ジャガードセーターっつうからには今シーズンのやつですよね。で、今シーズンのやつなんだけど、もう売り切れてる。で、完全に売り切れちゃってるのってのはあんまりなくて、だからこれは私はそんなロエベ追っかけてないけど、超人気だったやつなんですか？わかんないけど。私さっき見て、これ超いいじゃんと思って、これだったらば予算度外視でも、行く価値ありって思ったけど、もう売り切れてたので行きたくても行けない。そうなんですよ。で、このセーターをどっか、これなんかね、ロエベのサイトってモデルの着画とかいっぱい載ってるんだけど、このセーターに関してはこの写真1枚しかなくて、裏も表側の写真しかないから、裏側どうなってるかもわかんないし、これしかないの。これしかなくて、もう売り切れてるんですよ。だから、よっぽどなんか皆さんが待ち焦がれてたセーターなのか、どうなんですかね。他のサイト私調べてないから、もしかしたら他のサイトで売ってんのかな。で、ロエベに関しては、まあ、結構あちこち探したけど、やっぱね、他の海外のサイトも日本の価格と合わせた価格でしか出てない。ほとんど。ミスターポーターなんかは日本より高くなってる。で、マッチズとか、エッセンスもだけかな。なんか、基本的に日本と同じ、もう、多分、いろんな、お達しが出てるんだと思うんですけど、そう。そうなので、これが、同じセーターが海外のサイトに出てたとしても、多分23万4000円なんでしょう。
でしかも私お誕生日なので、いろんなサイトからあのクーポン的なやつが今来てて、でマッチズとかで、あ、じゃあロエベマッチズで、なんかマッチズだとね、今ね 15% オフ、誕生日なんでっていうのが来てるから、ロエベもしかしたらマッチズは 15% オフで買えるのかなと思ったら除外、ロエベはダメで、他のところもロエベはダメ、ミスターポーターは 10% 誕生日クーポンが来たんで 10% 引けるんだけど、もともと高いから10% 引いて日本の値段と同じぐらいになるというね。だからロエベをねお得に買える方法っていうのがね、本当ねユークスで、あのちょっとシーズン遅れのものを買うしかないで、いきなりちょっと話飛ぶっていうか、私の中ではこの一番左側にあったタブからもう右側のタブに飛ぶんですけど、これユークスでロエベのこのブルゾン、これ多分ラムスキン、これ多分さ、本当俺ごめんなさい詳しくないんだけど、今シーズンも同じようなの出てるよね、毎シーズン出てんのかな。で50万ぐらいなのね、50何万で、それがまあ39万で、これがね、私なんかユークスに関してはお誕生日 25% オフっていうのが出てて、でもセールは 25% オフにならなかったんですよ、あのいろいろ入れてみたら。でもこれセールじゃないから、これ 25% オフになったら、まあ、それでもなあ30万超えるのかとか思ったんだけど、一応入れてみっかと思ったら入らない、クーポンが入らない。ロエベってすごい厳しいねと思って、もうあの値段は全世界共通だし、クーポンは使わせてくれないし、ロエベ厳しいなと思っているんですけど、でそんな中、予算内にロエベで買えるものっていう中でちょっと気になってんのがこれなんですけど、 T シャツ、パンツで、そう、さっきのニットいいのは分かるよ、みんないいでしょ、でも売り切れなので分かんない、だからあの時間なくて調べきれなかったけど、同じニットももしかしたら別のサイトであって、分かんない、とんでもない臨時収入とかあったら行くかもしれないけど、今のところ予算オーバーだし、しかも売り切れてるから買えないんです。でロエベ本当知らないけど、 JW アンダーソンさんが多分シーズンごとにいろんな自分の好きなアーティストコラボっていうかの作品を使ってコレクションを展開しているような気がする。で今シーズンはなんとかさんっていうね、名前忘れちゃった、なんとかさんっていう、もう多分お亡くなりになってるあのアーティストの方のこういうあの作品を、取り入れて、いろんなアイテムを作ってるんだけど、まあ、その中でこのセルフポートレートって書いてあって、パンツがあるっていう、これを使った T シャツね、これ活かしてるなと思って、活かしてるっていうか、これ着てたら活かれてると思われるかなと思ったんだけど、これねもう結構いろんなサイトであのいいサイズはもう売り切れちゃってて、そうなんですよ。なのでこれね、エッセンスも売り切れてるし、私の買うサイズはね、でこれここもね、 M サイズは公式も M サイズは売り切れてるんです。多分私 M サイズなんですよね。まあ、でこの T シャツだけど、さすがのロエベさん5万円ぐらいするから、わざわざサイズ上げたり下げたりとかして着たくないので、まあ、これもちょっと、ただ冷静に考えて5万円つってるけど、5万円だからちょうどだっていう割、そこまで私も能天気じゃないので、これちょっとね、これはちょっととりあえずサイズも合わないので、ただこれちょっと気になってるって話で、しかもすごい売れてると、これ買うんだねやっぱりね、いろんなで、ちょっと柄が入ってこういうのもあります。これはね、サイズがまだあるんだな、これ M サイズあるで、このボーダーはさすがの JW アンダーソンさんで、このね、ただの赤白のボーダーでなくて、多分ね、これブルー、ちょっとブルーっぽいのと白と、ちょっとピン、オレンジ色っぽいやつなのかな。このボーダーもね、ただならぬボーダーで、
うんと思ったけど、でもインパクトはやっぱりさっきの白地にバチッとある T シャツの方がインパクトあるし、まあこれだとまあ66,000円、まあまあちょっと気になってたんですよ。それが一昨日までの私。ただ、うん、その後にやっぱり予算が、その予算で、でロエベで予算に合うものを無理して合わせて買うよりは、あのその予算をもっと有効活用できるんじゃないだろうかなんてちょっと思い始めて、でここからいろいろ見ていくんですけど、まあ、ロエベに一回行こうとしたという私の心意気だけを皆さんにお伝えしたかったっていうだけなんですね。で、で、まあ、ロエベは気になってはいると。で、で特にね気になってたのがこれマッチズなんだけど、ロエベのこのコーデュロイのなんかぶっといパンツね、これ可愛くないですか。やっぱねコーデュロイのパンツちょっと気になっているんですが、そしてワイド、やっぱワイドですよね、時代はワイドだと思っているんですが、14万8000、15万、これ日本のあの公式サイトと同じ値段で、ここにあの私の誕生日クーポンが 15% オフになるというのはもちろんこれ適用されないんだけど、多分これ誕生日じゃない方もあのマッチズで登録している方、届いている方いらっしゃる気がするんですけど、昨日くらい何日か前にこの6万円以上の買い上げで1万5000円オフっていうクーポンというかなんかそういうやつが来ている方いらっしゃるかもしれません。だこういうのはもしかしてここに出てるからね、なんつったってここにこのページに出てるっていうことはこれ適用になるのかなーなんて思ったら、やっぱロエベは適用になりませんっていう。ロエベ厳しいと思って、厳しいっていうことはまだ俺には早いのかなと思って、でもこれ可愛いなと思ってちょっと見ていただきたいなと思った次第です。で、ロエベの話はその辺にして、で、急にこっから、現実的な話になりますが、はい。時代はやっぱり哀れがしだと思うんですね。あの哀れがしのことを私好きでアイテムいくつか持ってんだけど、あのどこの国で誰がデザインしてるのか全然知らないんですよ。なので今日の配信知らないっていうのがちょっと恥ずかしいので、今日の配信まで調べようと思ったらバタバタ調べられなかったです。哀れがしってどこだっけ？北欧ですか？見た感じ北欧っぽいんだけど、哀れがしのことを教えてください。哀れがしってどこの国の人で、ちょっと待ってね、チャットが、皆さんが黙っただけ、私だけなんかチャットが止まってる気がする。ちょっと待ってね、あ、スウェーデンですよ。ありがとうございます。やっぱ北欧ですね。で、で、もう皆さんね、もう哀れがしが、もうマルタン・マルジェラが在籍していた時のマルジェラ路線を今、もう、前々から似てるとは言われていたけども、本当に今シーズンくらいから、もう、この間発表になった来年の春夏とか、もう本当に、マジかっていうくらいマルジェラに寄せていってるんですね。だから、で価格はすごい、うん、手に取りやすいと言っていいのか分かりませんけど、そんなにお高くはなくて、多分今マルジェラのアーカイブとかやっぱ高くなってるので、それは買えないけど、やっぱり若い人たちでああいう格好をしたいって思ってる人たち、哀れがし買ってる人すごい多いんじゃないかなと思うので、私なんかよりこれ見てる方、哀れがしにハマってる方多いような気もするんですけど、あ、ロエベのセーター倍まで14万、マジっすか。ちょっと後で見てみるか。まあ14万でも、まあ、予算オーバーなんですけど安いね。ちょっと後で見てみます。今シーズンのじゃないのかな、もしかして。まあ分かんないけど、まあ、ロエベは一回置いといて、哀れがしは、しかも、まあ、哀れがしのね、
ちょっとこのルックというか、これ見るとね、今一つどこがマルジェラジャイって思うかもしれないんだけど、まあ、このね、もうやぼったい感じがまあそうなんですよ。懐かしい感じがするんですよ。で、その中でもこのカーディガン、ちょっとモヘア、ここにモヘアって書いてあるし、モヘアっぽいんだけど、でも実際素材見るとね、モヘアは入ってないっぽいんですけど、これがね、もうこの公式、哀れがしいの公式サイトでは売り切れで、私昨日探してミスターポーターは、私のサイズ1個だけ残ってて、でもさっき見たらもう売り切れてた。で、哀れがしいはまあそんな売り切れないんだよ、ブランド基本的に。でも、やっぱ人気のあるやつ、前例年よりは早い気がする、あの人気のあるアイテムが売り切れるのは。だからやばいかな、早めに欲しいものはセールまで待っとこうとかできるブランドではなくなってきた気がしますね。で、これがね、確かね、ミスターポーターで4万5000円くらいだったかな。で、ファーフェッチは、まあ、4万7000円で出てて、ファーフェッチってご存知の通り、いろんなセレクトショップがごちゃ混ぜになってるから、このサイズによっては5万7000円いくらの時もあるし、でも48、50は、まあ、4万7000円で、1万円も差があるんだよ。ね、サイズによって。それがまあ、ファーフェッチの面白いとこなんですけど、まあ、4万7200円。で、ファーフェッチはね、確か私5万2500円買って、10% オフ、5250円のオフみたいなクーポンが来てた気がするんで、これ買ってもね、5万いかないんで、と思うんですけど。本当はね、ミスターポーターで買えたら、ちょっと今日かなり有力候補だったんだけど、と思って、これポチる可能性高いなと思って、一応、哀れがしいで YouTube で検索かけてみたら、若い子たちがこれと同じカーディガンを買って動画頑張って自分の部屋で撮ってあげてるのが何個かあったのね。これと全く同じのやつだからね。ユニクロで被る、ユニクロ U とかで被るのは全然いいんだけど、哀れがしいのこれで、これをポチって、その若い子たちが頑張って動画作った後に私がこれでこうでしましたっていうのも、なんかちょっと自分的に違うなぁなんて思って。でもこのアイテム自体はすごくいいし、その哀れがしいの公式サイトでも売り切れてる、いろんなサイトでも売り切れてる。ちょっと私が見た限りではファーフェッチは割と、まだ残ってるっていうのと、そんなに高くないから、これ公式で買うと、今ユーロがいくらなんだろうとね、340ユーロに、まあ多分これに関税とか入るとやっぱり 5万ぐらいいっちゃうのかな、関税が入っちゃうと。だからこれもし探してる人がいたら、ファーフェッチにありますよっていう。そうそう、哀れがしいのカーディガン、多分ね、この形同じやつって今シーズンからじゃないよね。確か、他のシーズンもあった気がするんだけど、この色のやつは今シーズンが初めてなんじゃない？で、やっぱこの色がいいじゃないですか。で、私は、家に引きこもってるし、仙台なので、あんまり知らないんだけど、今見ましたけど、チャットを見る限り、あ、51のおっさんよりが、この哀れがしを買った。おめでとうございます。このカーディガンよく見ますね。やっぱりね。だから、私も欲しい。いいアイテムだなと思うけど、なんか、やっぱ天の弱でさ、みんなそうやって、この51歳の方も買って、それはそれで素晴らしいんですけど、私が、その後追っかけで買うのはちょっとなぁと思って、で、昨日の夜ですよ。これを見てて、で、夜中、あ、俺はモヘアのカーディガンあったじゃんと思って、クローゼットに行って着てみたのが、さっきちょっとこの配信の頭でちょっと大騒ぎしましたけど、しーちゃんが私のベトモンのモヘアのカーディガンをさっきね、これカジカジして引きちぎろうとして、もうすでにね
デムナベトモンだから穴開きまくって、あえてね最初から穴開いてるんですけど、それをさらに穴開けようとしたので、ちょっと配信の頭ドタバタしたんですけど、俺はこの最高のモヘアのカーディガンを持っていると。でそれを、昨日の夜中の2時ぐらいかな、クローゼットに行って確認して、ちょっと心を落ち着かせようと思って、今ちょっとこれ汗かくので一瞬しか着ないんですけど、ちょっと一回戻ろうかな。よいしょ。急におじいさんが、おじいさんのカーディガンを着ていますけど、これあのベトモンのな、デムナンがまたいた時代で、ここにねなんだかんだ書いてあって、まあ要するにカート・コバーンに敬意を表して作ってますみたいなことが書いてあるんですけど、気になるね。まああの全然違うよ、全然違うんだけど、まあちょっと私これあるし、これどうしてもどうしても欲しいって一瞬思ったけど、形も全然違うけど、まあ、ちょっと一回冷静になろうと思って、でこれをね、昨日の夜の2時ぐらいに、着てて、でそのまんまいろいろクローゼットね、皆さんもよくないですかね、夜中の2時とかクローゼットに入ってたまたまそれを着たら、これにボトム何合わせたらいいんだろうって夜の2時ぐらいから始めるってないですか。それを昨日やってしまって、で、下になんかスウェット、本当はね最初本当はユニクロのインラインのパジャマのスウェットを履いてたのね、まあ、寝てたから、寝てて起きていったから、そしたらそのパジャマのスウェットにすごい合ってる、まあテイスト的に合うんでしょうね、合ってると思ったんだけど、さすがにヨレヨレのインラインの寝巻きではなと思って、あそうだと思って、これがそれでユニクロ U のかなり肉厚の去年の秋冬だけかなのスウェットで、もうこれに合わせたらもうユニクロ U のこのスウェット最高ってなって、あの急遽ちょっとあさってまた買い足そうかななんてちょっと思ったっていう話なんですけど、ちょっと暑いんで脱ぎますね。いやしーちゃんまだ終わってないよ、みんなしーちゃんを見たくて覗いてるんだから、勝手にフレームから外れたらみんなかわいそうだ。せーの、よいしょ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 、ちょっとチャットを無視しすぎてるので時々見ますね。そう、こう、こう、と、こう、え？今期はコータグ試験、コータグ試験知ってる？知ってなかったけど、この間あのナヤットのニット買った時に、ニットはコータグ試験さんもいいですよって言われて調べたら確かに良かったのカーディガンを買いましたとね、素晴らしいと思います。そうで、あのポケットがついている、まあ、ニットのカーディガン、トレンドなんだか知らないけど、いろいろいろんなとこから出てるでしょ。でユニクロ U でもそれこそなんか出ますよね。ユニクロ U のあれ見ても何とも思わなかったけど、確かにこの哀れがしいのやつは素晴らしいと思った。だからあの購入された皆さんおめでとうございます。これ私の分まであの言われなくても切るでしょうけどお楽しみください。ちょっと時間を食いましたね。哀れがしいがとにかくあの 前から来てるとは思ったけど、もうとうとう本格的にあの売れ始めたなって思って、でその北欧つながりでいくと、北欧の先輩でいらっしゃるアクネスタジオスさんの、これね何を見せたいかっていうと、このスウェットパンツね、私ユニクロ U のこれとあのカーディガンあったりとかで、その流れでこのスウェットパンツに堺のちょっとニット素材とハイブリッドの MA1 合わせてみようと思ったらすごく合って、うーんと思って、これはでもね色がね合わなかったから、うーんこんな感じでなんか色がもうちょっとあの明るい色のやつとかないかなとか思って見ていたところ、このアクネの LNCC ですけど、たまたまサイトはこれと思ったんだけど、でもこれがね4万円でしょ。アクネ昔もうちょっと安かった気がするんだけど、
で、でこれすごくこの写真で見る限り、まあ、このお兄さんが生かしてるからかもしれないですけど、形もすごく良くて、あ、みんな見えてねえな、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、私が今見てたのはこれです、このアクネの、アクネのね、このスウェット色も形もいいなと思ったんだけど、でね、よくあるよね、どっかのサイトで見たらすげえ形いいんじゃねって思うんだけど、同じアイテムを別のサイトで見ると冷めるっていう、多分ファーフェッチのこれ同じやつだと思うんだけど、ちょっとこの写真を見て、まあ、だいぶ冷めたんですね。でさらに思ったのは、これでいいんじゃねと、あのさっき境のやつに合わないって言ったけど、だからもしかしたらそのユニクロ U で、まあ、あさって行って、まあ、別の色黒とか買うかもしれないし、もしくは、まあ、多分定番で出続けるんでしょうから、まあ、またいつか買い足していけばいいのかななんて、あのね、私本当にユニクロ U の回し物じゃないし、今なんだろう、やっぱこの間動画作って思ったけど、ユニクロちょっとアンチっていうかみたいなことをやるのがなんか流れになっていきそうな、危うい世の中、なんかね、ユニクロさんが、ちょっと私の考えすぎかもしれないけど、ユニクロさんが YouTuber を使ってなんか反則をやろうと、本気でやろう、 YouTuber を使ってやろうとかって思い始めたから、多分その反動でじゃあそれに逆張りして、あのユニクロをディスっていこうみたい、ディスる、私はディスるつもりはないんだけど、実際買うから、でもちょっといかがなものかユニクロみたいなことをなんか言っていくみたいな、そんな流れが、変な話なんですけど、なんか今までみんな絶賛してたけど、そうじゃない流れになりつつなっていく未来がちょっと見えるんですが、ちょっとユニクロさんそうなったらどう出るんだろうと思ってるんですけど、私は単純にちょっと普通に部屋着として履いてたけど、改めてこれの良さにちょっと気づいたという、何の話でしたっけ、ユニクロの話じゃないんですよね、アクネカラー、そうね、ロエベモヘアのマフラーもね、いろいろ可愛いのね、毎シーズン出てるのかもしれないけど、今年すごいいっぱい出てましたよね。で、ホワイトマウンテニアリング、ちょっと話あちこち行くけど、たまたま目に入ったから、ホワイトマウンテニアリングっていうんですか、あれもね、本当はスイちゃんの散歩用でダウンの、それこそアクネのね、本当に10年以上前に買ったダウンをずっと着て、スイちゃんの散歩、本当に寒い日はそれ着てきてたんだけど、さすがに10年以上着てるから、そのハイブリッドダウン的な、ダウンコード的なやつをユニクロのなんかインラインでもコラボでもなんか自分に合うものがあればと思ってたんだけど、ずっと去年とかも見てそんなに欲しいと思わないなと思ってたのが、ちょっとホワイトマウンテニアリングの先行の写真見た時にちょっといいかなと思ったんだけど、今そのちゃんと商品写真が出てきた時にあれと思って、そうでもなかったっけなと思いました。ただあれのなんかフリースのジャケットみたいな、ボンバージャケットとフリースのなんかプローバーが組み合わさったみたいな、あれはちょっと買うかもしれない、あれすごい使いやすいなと思ったので、安いですね、4,000何百円、あれはちょっともしかしたら買うかもしれないです。それよりも、プラス J で多分重めのアウターが出てくるから、だからアウターは買うとしたらそっち用になんかちょっとお金取っとこうかなと思ってます。ちょっとユニクロの話ばっかりしすぎてるね、ね、難しいね、ユニクロの話するとユニクロの話はしなくていいですって思う人もいるしさ、ハイブレンドの話してるとユニクロはどうですかっていう人もいるしさ、私はどっちの話もしたいしさ、で、カウンターがダサいとかあるでしょ、でもなんだろうな、結局みんなとは言わないけど、やっぱりみんな
ファッション YouTuber 的な人って、ユニクロのコラボが出ればみんな出るし、やっぱりね、人と自分の意見を言っている、私も自分の意見を言っているようだけども、やっぱりそんな中、やっぱり自分だけのことを言おうってやっぱちょっと思っちゃうね。そうすると、自分のいろんなことを思ってるんだけど、その中から抽出してこれまだ他の人言ってないから言おうみたいになってて、やっぱそういう言葉を自分で選んじゃった自分の責任なんだけど、本当はもっといろんなこと思ってるし、そんな言うまでもないんだけど、なんだろうね、まあ、分かんないですよ、いろいろあると思うけど、やっぱ現場に入ってきて何か言っちゃうとしたら、何を言うかっていうことによってそのチャンネルの色が出るから、やっぱりいろいろ考えちゃうんですよね。まあいいや、どうでもいいんですけど、ユニクロの話じゃないんですよ今日は。で、一生懸命さっきから私こうジェスチャーを交えて喋ってたけど、このワイプ窓を出さなかったから、私のジェスチャーが全然伝わってなかった。一生懸命誤解がないようにジェスチャーで喋ってたんだけど全然映ってなかったね。で、まあ、スウェットの話は置いといて、やべえ時間こんなに食ってる、今まだ半分ぐらいしか言ってないんですけど、で、突然のバレンシアガ、まあ最初言っときますけど、これポチらないと思うんですが、去年の誕生日で、そのボッテガのバックパック買って、やっぱりバックって思い出に残るものとしても、なんだろうな、ずっと使わなくても置いといてもなんとなくね、見てても楽しいし、服ってどうしてもこう飾っておくっつってもどうしてもこう重ねていっちゃうけど、私ボッテガのやつ本当に入り口のとこに飾ってんのね。でそれバッグとかってそういうことができるなと思ったん でそんな中、これ素材的にはね、シェル素材でそんなにいい素材じゃないんだろうけど、なんかバレンシアガっぽいようでそうでもなくて、なんかまあ10万円っていうのが一瞬安く感じて、まあなんかこれが多分私ちょっと、クーポンやらで安くなるから一瞬いいかなと思ったんだけど、使いやすいかなと思って、その辺にガバッ持ってってその辺にボーンと置いといても、バレンシアガなのに結構雑に扱ってもいけそうだなと思ったんだけど、冷静に考えたらこのサイズのものって一泊旅行とかだったらガンガン使うけど、今一泊旅行とかってそんなないし、仕事で持っていくにはちょっと容量でかいし、本気でなんか出張に行くにはちっちゃいし、これなんかちょうどいいようで、このコーディネートのポイントとしてはサイズとてもいいんですけど、なんか実際これ今使うかなと思って、と思ってるんだけど、一瞬気になったんで出しといたって。でその気になって今日はポチる可能性は低いけど気になったので言うと、まあグッチ、これがね、しーちゃんにそっくりなワンちゃんだったらだいぶ傾いたんだけど、猫ちゃんなんだね、まあ、グッチといえばの猫ちゃんだったんで、これがね、でもこれいいよね、グッチってね、これね、多分ね、裏も表も書いてないんだよ、背中にも別に書いてないのがいいですよね。これが、26万7千円、まあもうグッチなら高いんだかなんだかよく分かんなくなってきたんですけど、これちょっとね、世が世ならいろんな余裕があっていろんなタイミングが合えば買ってたかもしれない。これなんかかわいい、グッチって書いてないのがすごくいいっていうのがありつつ、でセリーヌはね、セリーヌはちょっと今回熱冷めてるわけじゃない、来年の春夏もいいと思う。ね、ワイド、バギーのデニムとかすごく興味がある。ただセリーヌのバギーのデニムちょっとすごく買いたい気持ちがあるんで、ちょっとそれを考えると、それに比べて今シーズンの秋冬もそんなにないかなっていう。で、これさっき見たロエベのやつね。まあミスターポーターの方がちょっと高いですっていう
まあ、ただそれだけなんですけど、はい、でね、マルニ、皆さん意外と思われるかもしれませんけど、なんか最近私マルニがいいかなと思って、うん、デザイナーはもうね、あの変わっちゃったけど、で特にね、今シーズンのこのニットとか、このまあ裏をこの裏表がね違うニット、これ可愛くないですか？これこのニット可愛いと思って、でまあ10万しないと。ただこれね、別の私買ったことない別のサイトでこの間までね、すごいクーポン使うとこれ6万円台で、6万円と関税かな、でもこれより全然安い値段で買えるとこがあって、それがクーポンが今日まで使えるんであれば、ちょっとそのサイトをみんなで見ながらそれも候補に入れたんだけど、それが2日ぐらい前でそのクーポンが切れちゃったので、うんと思って、ちょっと一回そこで見逃したし、あのこの間の一番最新の動画の中で私ユニクロの、ニットをリメイクしたボーダーがあるんですけど、全然違うんだけど、ボーダーのニットは今季あれ着たいしなとか思って、これ可愛いんだけど、うん、という理由でちょっと今横にどけてる。そう、このマルニはこの名前リメイクしたのと近くないですか？そうなんです。まあ、全然ね、まあちょっとこの、まあ、近くはないんだけど、ただボーダーっていうところではね、これいいですよ、おすすめで、あんまり私的に珍しいところで言うと、ジャックムス、多分さっきのマルニの後だとこれインパクト弱いと思うんだけど、何に私ね、ちょっと1ヶ月前くらいからこれお気に入りに入れて眺めてたんですよね。なんかこういう、なんかこれもモヘアではないんだろうけど、こういうのはブラッシュっていうの、こう毛羽立ったやつってやっぱどうしても今シーズンいろんなところで出してるから、なんか1個ぐらい買いたいなと思うじゃないですか。でそれのブルゾンで、なんか結構使いやすいなーなんて。でも多分かなり地味めなアイテムなので、まあ皆さんはあまり盛り上がらないかもしれないですけど、まあ、ジャックムスもさ、まあ割と良心的な価格のとこですよね。まあ、5万7000円。で、これがクーポンでまあ安くなると。マリニのボーダーニット、着心地も良きですよ。あ、お持ちなのかな？同じやつじゃないかもしれないけど持ってるのかな？あの、ナオミちゃんがね、ナオミちゃんってまあ知らない人いるかもしれないけど置いときますが、その人、あのとりあえずナオミちゃんって人がいて、マルニ大好き人間だったので、でもただそれはあのね、デザイナー、元のあの女性の方がデザイナーの時だったんだけど、だからマルニに関しては私も自分ではそんな持ってないんだけど、まあ帽子とか持ってるけど、ただマルニに対しての思い入れっていうのはすごくある。だデザイナーの人が変わったけど、でもマルニ、ナオミちゃんが使ってたマルニのバッグとかあって、俺がマルニを着始めて、そのバッグを今からレディースだけど使うっていうのもありなのかもってちょっと思ったりとかもしています。おじいさんですけど。で、ジャックムスっていうのかな。で、まあちょっと地味めですけどっていう。で、もう10時近くなってきて、で、もうなんかみんなと相談しながらと言いながら、結局お前最初からそれと決めてたのかいみたいなのはこれなんですけど、これ知ってる？俺ね、知らなかった。昨日いろいろ見てて、初めて知ったんです。これなんつうんだっけかな？セファー。これもね、北欧のブランド、その哀れがしいだ、アクネだと同じで、5年前くらいからやってるみたいで、ヴィンテージのショップをやってた人たちが始めたブランドで、すごく古着っぽくて、なんか味のあるアイテムがいっぱいなんですね。で、そんな中、この、まあちょっと全然私とタイプの違うお兄さんなので、なんとも皆さんも判断しようがないかもしれませんけど、このね、裾がこう
切りっぱなしになっている感じとか、あと何と言ってもね、この前のこのボタン、このボタンやばくねと思って、そんなにね古着みんな私なんかよりみんな詳しいと思うけど、このいかにも古着な感じの取ってつけたようなでかいボタンがかわいくないですかって思ったの。どう思いますこれ、うん、ちょっとこれ本当皆さんのご意見聞きたくて、このブランドなんか日本でも扱ってる店があるらしいんだけど、このブランドのアイテム持ってる人いないかな、このシファーいませんか、これ買ったことありますって。これがお値段がここに出ておりますが、43,038円。これミスターポーターだと、私これから多分これが除外品では、除外ブランドではないと思うんで、ここから 10% お誕生日クーポンで安くなりそうな気がする。でと思って、そしてね、まずね、このお兄さんのまあ着こなしを見ていいなと思ってんで、と思ってこのブランドを検索したら、実はマッチズファッションにも、これちゃう、ダメだ、変なページが出てきたけど大丈夫。ね、ちょっと待ってね、変なものが映る可能性があるので一回切り替えます。マッチズファッションでも、実は私がの目に留まらなかったけど同じアイテムが出てたんですよね。やっぱね、さっきも言ったけど、同じアイテムでもそのサイトのコーディネートによって全然よく見えたり見えなかったりとかするんで、はい、でマッチ図でも出てたんだけど、マッチ図はあんまりね、やっぱね、こういう感じでなんかこれはねよく見えなかったんだけど、でも同じアイテムで、マッチーズは、さっきのミスターポーターよりも2000円ぐらい高いのかな、高いけど、私こっちはね、お誕生日で 15% オフいけるので、多分、買うとしたらマッチーズの方が、若干お安く買えるんです。写真コーディネートはミスターポーターの方がいいけど。お、壁山さん。なんかすごいなんか貴重な、もうこれがなんか今日の決定的なチャットが、セファーのお洋服生地が素敵で好きです。そうなの、信じていい、セファーそうね、マッチズの写真良くないでしょ、わかんない、これがいいと思って買う人もいるから、まあ人それぞれだと思うんですけど、そうなの、壁山さん、もう壁山さんのせいにしちゃうよ。なので、はい、いっぱい見てきました。で、今この流れでいくと、多分私はこのセファの、お前5万円と言っといて結局4万切るんじゃないかっていう話なんですけど、この流れでいくと私はこれをポチる可能性が今 150% ぐらいあります。で、まあグダ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 途中ユニクロも挟んであることないこと言ってきましたけど、何か皆さんから画期的なご意見で私の心がグララッと変わることがあれば、そっちに傾くかもしれないんで、もうちょっとポチるのを待ちますけど、これ多分例によってね、ラストワンとかだと誰かがポチる可能性あるんだけど、はい、全然多分ありそうなので。あ、セファーのカーディガン去年購入しました。
買った人いるね、やっぱり。ありがとうございます。さすがですね。おしゃれですね。私知らなかった、セファ。多分ね、ネットでポチりたい。全然、仙台にもおしゃれな洋服屋さんいっぱいあるんだけど、私、外出してお店とかあんま行かないから、もしかしたら仙台でも扱ってるかもしれないし、東京とかだとましてやね、セレクトショップとかに行けば、あるんでしょう。で、お店の方がこれいいですよって紹介して、もう、お通な人たちは、知ってるんでしょう。でも私本当にネットでやってると何でも知ってるようでいて、結局やっぱりね、自分の好きなもののこう、ところを辿っていくから、それ知らないのっていうのが結構意外にあるんですよね。で昨日ちょっといろいろこれ見てびっくり。で、こんなの今出たてでのブランドとかだったら確かに5年前のブランドだけど、もうエッセンスとかでも扱ってるし、いろんなサイトでも扱ってたら俺の目に入ってたはずなのになぜ止まらなかったのかってちょっと昨日反省したんですよ、夜。はい、ちょっと反対意見は、そう、エンド使ったことありますよ。あんまりいないけど何回かはあります。エンドでも扱ってんのかな、うん、エンドも扱っ買ったことはあるけど、あんまりその良かったとか悪かったとか記憶に、あれあそこ確か関税別なんじゃなかったですっけ。だからちょっとね、めんどくさいんですよ、関税とか別だと。じゃあちょっと皆さんポチります。で、よし、本当はどうしようかな、こっちでポツるか。本当今までの何度も同じ過ちを犯してきて、コメントとかで教えてもらって、この配信用にそのブラウザーをみんなで共有する PC じゃないやつでポチれと。同じやつでポチってるから住所とか必ずライブ配信しちゃうんだっていうふうに言われて、そりゃそうだと思って違う PC を用意してるでしょ。でもよしポチどうっつって本番になると興奮してこれを置いてこっち側でポチったりとかするんですよ。バカだなぁと思いつつ、今日はじゃあこっちでポチりましょう。で、何をポチるかっていうと、今出ている、このマッチズでポチるから一応出しとくけど、マッチズの写真はいまいち、このコーディネートはいまいちというね。で、ちょっと待ってね。これ私のライブ配信を、何回かこのポチるのを見てらっしゃった方は、もうご存知だと思いますけど、カードが跳ねられるという恒例の行事がありまして、多分今日もそうなんじゃないかな。はい、これが私バースデーギフト 15% オフが使えますので適用します。これ変な感じでつながって映ってないよな。はい、そしたら、送料は3万円以上マッチズ無料なので無料になって、割引かれて3万7500何本になりました。だからこれはね、何パーセントかモヘア使ってるんです。だからここにパッチポケットがついてるカーディガンだから、さっきの哀れがしいと、まあ、系統は一緒ですよね。で、哀れがしいはもう人気で、もういいですよ。皆さん着てらっしゃる。で、これはあんま着てる人がいないだろうから、俺はこっちで行こうと思ったんだけど、さすが皆さん、もうすでに早い方はね、このブランドに目をつけてたっていうことが分かって、さすがだなと思いました。ぐだぐだ言わないでポチれってね。購入手続きに進んでみましょう。で、カードが弾かれるんです。で、弾かれた時にうだうだしてると、なんかショートメールが届いて、不審なあれがありましたけど確認しますっていうのが来て、それをポチッとやるとカードが使えるようになるんですけど、今日も弾かれるかどうか。ちょっと待ってね。本当はこの時間に何もしない時間をしーちゃんをみんなで見る時間にしたいんだけど、カメラの今、この撮影してるカメラの真下で今しーちゃん寝始めたので、ちょっとそっとしておいてあげましょう。ぐるぐる回転してるからまた弾かれんじゃないかな。
弾かれなかった、ポチってし、ポチれた、ポチれました。この後ろのレンジに映って俺のカードの番号が全部配信されてる可能性がありますけど、ポチれました。ポチれましたよ。はい、ちょっと元に戻って、ちょっと読み込んでて、1万5000円オフのやつも確かに来ているんだけど、1万5000円オフはね、6万円以上のお買い物で1万5000円オフなんです。だからこれが4万いくらでしょ？だからそれは入らない。だからもうちょっとなんか買い物すればいいんだろうけど、わし最初にも言いましたけど、いらないものは買わない。そういう大人になりたい56歳。というふうに思ったので、そこは欲張らずに 15% オフで行かせていただきました。はい。で、何ですかこの、BTS のメンバーが来てたの？それで？知らなかった。BTS 気取りかって言われるんですかね。わかんないけど、気取りですって言えばいいんですかね。いうことで、はい、ちょっとこれ言い訳するわけじゃないですけど、予算5万円って言ってたからね、あと、実際3万何千円1万いくらあるから、残りの時間で、みんなで何に使うか相談しよう、残った1万いくらと思ったんだけど、ちょっと疲れたので、あと、いらないものは買わないっていう、大人56歳になろうと思ったので、なので、実はみんなに相談するふりをして、昨日の夜3時ぐらいに密かに心に決めていたこの、セファっていうブランドを初めてポチって、で、自信のないままにポチるのかと思いきや、さすが皆さん知っていて、私に自信を与えてくださったという良い配信でした。はい、ちょっとしーちゃんこっち来な、今もうすぐエンディングに向かうから、はい、はい、おいで、せーの、いくよ、せーの、はい、はい、すいません、なんか途中で予定になかったユニクロの話をしちゃったんで1時間以上かかっちゃったんですけど、ちょっとだけ雑談しますか。ね、ありがとうございます。気がつけば637人。ありがとうございます。ああ、哀れがしとセファー両方扱ってるお店。なんか、やっぱね、まあ、北欧でつながってるのもあるけど、なんか近いよね。なんだろうね。だってもう、でもさ、やっぱりマルジェラは圧倒的に日本人が好きなんでしょ？日本人がマルジェラを好きでっていう話を言ってるのに、その北欧のブランドの方たちがなぜマルジェラを、このセファーがそうとは言わないけど、哀れがしいとか、でもこのセファーもちょっとやっぱね、マルジェラが古着をリメイクしてたっていうのもあるからかもしれないけど、ちょっとこのヴィンテージ感がある感じとか、やっぱちょっとこの特に今回このポチったやつとか、ちょっとマルジェラをやっぱ感じてしまいますよね、不思議と。さっき700人いたの、ありがとうございます、本当に。ドメブラはってよく聞かれるんですけど、いや、着ていこう、ドメブラもやっていこうとは思ってます。ただ今まで結構、海外のブランドにしか目が行ってなかったので、ドメブラに急に目を向けたときに、ありすぎるでしょ、ドメブラって。知識がないから、いろいろね、勉強しなきゃいけないこともいっぱいで、やっぱりね、中途半、やっぱね、性格もあって、中途半端なものは買いたくないなと思うので、とか言いつつ、いろいろ気になるけど、普通にダブレットとかも欲しいし、で、トーガもね、この間、H&M コラボのおかげで、結局 H&M コラボは買わなかったけど、トーガがすごく気になるようになってきたし、
まあ、オーラリーもコートぐらいしか持ってないけど、まあ、もうちょっと何点かあってもいいかなとか思うけど、ただオーラリーとかコモリとかさ、あと何ですか、その辺のすごい合わせやすいものもうあるといいなとは思う。スラックスなんて今まで俺は履いてこなかったけど、ああいうスラックスあると本当に楽なんだろうなとは思うんだけど、なんかいろいろもっとチャレンジしたいから、チャレンジングな、そうやるとやるとね、やっぱダブレットとかさ、そういうのはすごく気になりますね。でもやっぱおじいちゃんだから、ダブレットを着るにあたって、やっぱちょっとそれなりに計画を練ってダブレットに取り掛かっていかないと、ただ着せられてるおじいちゃんになるので。ギャルソンね。確かに。私ね、昔ギャルソンと幼児、やっぱ、どっちも着てたけど、どっちかというと私は幼児。幼児っていうか、ワイズフォーメンというね。ちょっと幼児よりは割とお手軽ではないけど、幼児よりは安い。ワイズフォーメンっていうブランドばっか着てたんですけど、時々ギャルソンっていう感じ。で、なんだかんだやっぱ、このおじいちゃんの年になってくると、あの時に似合わなかったギャルソンが今なら多分似合うのかもしれないなぁなんて思って、普通に黒のセットアップとか絶対そんなの着たって着て出かけるとこないんですけど、あの時は若い時に黒のセットアップとか着てもさ、多分カッコつけてるちょっと洋服に負けてるお兄さんにしかならなかったんだけど、今だったら着れるかななんて思ってて、もしかしたら少しギャルソンにも目が行くのかもしれない。これから。一斉ね。一斉はね、多分買ったことないんじゃないかな。一斉はないかもしれない。もちろん店に行って触ったことはあるけど、自分で買ったことはない。なんでかわからない。なんかちょっと、バリアー、昔のそれ本当に一斉さんがやってた頃なのかな、なんかすごく服にはなんかやっぱ作品な気がして、なんか着るものじゃないなみたいな、多分着るために作られたものなんだけど、ちょっと着るものじゃないなってちょっと思った。はい。ヴィンテージ古着ね。そもそも私、ヴィンテージ古着はいいけど、ヴィンテージ古着、まあ、ヴィンテージ古着と普通の古着、まあ、年代が違うのかもしれませんけど、二つ並べられてもどっちがヴィンテージかなんて答えられない人間が、じゃあヴィンテージ古着だよねとはなかなかちょっといかないんです。もっとやっぱ勉強しないとね。ちょっとだけチャット遡ってみようかな。全部は読めないけど。なんかユニクロの話で変なこと言っちゃったな。さっきもさ、ついついユニクロの話になると他の YouTuber の方は分からないよ。人それぞれだと思うけど、やっぱね、ユニクロをやってる人って 100% 100% の気持ちでやってると思うんだけど、それぞれなんかいろんな気持ちを抱えてユニクロをやってるような気がするんだよね。もう割り切ってやって、もうユニクロしかやらないっていう人もいるし、いや、ユニクロばっかじゃないですよ、両方やりますよっていう人は、ユニクロは本当は好きなんですよなんて言って、本当に好きなんだろうけど、やっぱそれをいちいち言わないといけない私みたいな人とか、なんかね、その一方ね、なんかユニクロさんは、ちょっとね、お付き合い、別に私ユニクロから何のオファーも来たことないですけど、いろいろちょっと考えながらお付き合いをしていこうかなと。なんつって今日はユニクロの話をする日ではなかったですね。カルペね、私ね、カルペディウム昔何個か買ってて、でカルペのレザーのシャツとか一回も動画に登場してないんですけど、オレンジのレザーのシャツあるんですよ。で、私ちょっとカルペ買ってたの20年前とかだから、カルペディウム今どうなってんのかなって調べたら、ブランドまだ確かあるの？あるけど、なんか全然そのアルチザンっぽくない、アルチザン今もそうなのかな、なんかちょっと昔と違うなっていう風になってる
だから今と昔でカルペって違うのかな、同じなのかな、私がたまたま見たのがそうなのかな、わかんないですけど、だから今私がそのカルペの昔の20年前のカルペディウムのシャツとかニットとか着てこれカルペディウムですって言っても、今のカルペディウムを知っている人たちにとって私が着てるやつって私が着てた時の良さが伝わるのかどうかちょっと不安だったので、あんまりカルペのこと言わなかったんです。でも逆にこういうふうに言われると、今もカルペっていうのはやっぱりそういうアルチザン系としてはポジションちゃんとしてるのかな。今カルペディウムがどういう扱いなのかちょっとわからないです。20年前はよく買ってきてました。ロレックスは欲しいと思ったことはないですね。でゼニスもね、多分私が来てもそれ来てどこに行くんだって感じがすると思いますね。アルチザン系はだから好きですよ。別物なのかな。それこそね、なんかギルトとかでシーディウムみたいな商品がいっぱいあるんですけど、やっぱねレザーのブーツとか、あれは何、カルペのセカンドラインなの、なんかわかんないけど、すごい何割引きもされてて並んでて、あれこれカルペディウムのことなのかどうなのかよくわからないなと思って。ナイジェル・ケーボンはね、この間一回動画にして買った以来買ってない。欲しいアイテムいっぱいあるね。ナイジェル・ケーボンのサイトに行って写真見るとすごい全部欲しいと思うんだけど、だからナイジェル・ケーボンも欲しいと思うし、まだリース・クーパーね、私一回動画上げたけど、リース・クーパーも未だにもちろん好きで、で、秋冬物が早く並ばないかと思って、リース・クーパーの今度の秋冬のカーゴパンツは買ってやろうと思ってるんですし、欲しいものがいっぱいある。その一方、さっき言ったみたいにドメのブランドにも目を向けたい。あ、ギャルソンそろそろ着た方がいいかなとかなってくると、いやー本当に本当に大変。いいですよ、おしゃれで毎日そのおしゃれして出かけるような人生を送っている人はいいと思うけど、本当に私は毎日家にいて YouTube をやるか仕事の編集をしているか、しーちゃんの散歩で朝と夕方公園に行くかぐらいなので、そんないいアイテムばっかり買って持ってきて、だから本当に今日は頑張って絞りに絞っていいアイテムをポチれたなと思いますけど、とはいええー、ポチらないと生きていけない、前も昔の動画で言いましたけど、ちょっと依存気味なところがあるので、やっぱいろいろ自分が溜まってきたものは自分の気分が上がる洋服をポチってなんとか軌道修正してやっていく人生なので、それはやっていくと思うんだけど、結構ねやっぱ視野をちょっと広げようと思ったらものすごい海が広いなって今状態です。オムプルッセのセットアップを散歩で着る、素晴らしいですね。そういう大人になろう、56歳の決意でございます。そうね、GU は私買ったことないけど、 GU だってね、GU でなんか格好よくやろうと思えば多分できるんだろうし、やることいっぱいある。100億円くらいあればね。あとさっきなんかスーパーチャットがとかってチャットで見た気がするんですけど、スーパーチャットとか、あとなんか最近その YouTube さんがそのクリエイターにお金が入るようにいろいろ考えてくれて、そのなんか投げ銭みたいなのもできるんでしょ。でも私ね、多分私もそれ多分設定を変えれば投げ銭とか、あとスーパーチャットできるようにもできるんだろうけど、まあ、それでね、みんなは投げ銭してくれるかどうか分かりませんけど、もし誰か投げ銭してくれた時にもうどうしていいか分かんなくなる。その人のために何もしてあげれないもん。でそのっていうのは多分今の時代に合ってない考え方だと思うね。そういうライバーの人たちは普通にそうやって生計を立ててる人たちがいるんだから。でも俺は今このメンバーシップ490円毎月払ってくださってる方が今まあ90人ぐらいいるんですけど、その人たちに対してですら、あ、毎月ね、お昼ご飯ぐらいのお金を一回割いて俺にやってくれてるから、
その分のお返ししなきゃって思うことで結構いっぱい頭の中結構かといって何をやってるかってそんなにやってないんですけど一応考えてはいますアピールなんですが、ね、ましてや急にスーパーチャットで1000円とか入ってきたらええー、と思ってこの人のために俺何もしてあげられないけどってちょっとなるのでだからさっきちょっとそういった意味では YouTuber とか向いてないのかなとかちょっといろいろ考えたりとかします。しーちゃんに服着てるの反対じゃなくて時々言われるんですけどなんで俺ばっか着てるんだって言うんだけどしーちゃんに服着せようと思うとビリビリに破かれるからです。しーちゃんが服があんまり好きじゃないのかでもそれしーちゃんがうちに来た頃の話なんでまだね今から 2,3 年前の話だから今は服を受け入れるようになったのかもしれないけどどうなのかな犬の気持ちになってないことないから分かんないのうちの子はね犬あの服着るの大好きですよっていう人がいるからまあそういう人もいるんだと思うんだけど少なくともしーちゃんが服を着たいって思ってるように思えないんですよね。もうできるだけ自由に本当に自由束縛されるのがあんまり好きじゃないのでレディメイドね私もレディメイドは最初はね海外のサイトで見たからなんだこの高いブランドって思ったけど日本国内で買うとまあ高いけど海外ほどじゃないので海外って本当にその日本の何倍も高いからねびっくりした。で日本のそれこそヌビアンとかで見るとさえお手頃価格じゃんとかってちょっと思ったりとかさだから あれだよねこの間あの T シャツ買ったけどセントマイケルとかやってる人ですよね。ポール・ハーデンは、持ってますよ。あのこの間のマルジェラのアーカイブの動画で靴だけ履いてた。あとバッグ、ちょっとあの肩掛けのバッグもあるし、昔の、ま、何マックコートだっけ？なんか有名なコート持ってたんだけど、バカだからね、そのコートは私はどっか、古着屋に売っちゃいました。で確かね8万円ぐらいの値がついてと思ってポール・ハーデンがそんなに人気あるって知らなかったら 2,3 万ぐらいかなと思ったら8万って値段がついて直美ちゃんと一緒に絶対売るよねっつって売りました。あれだったらね今すごい動画に毎回来て登場してたんだけど、ね、ポール・ハーデン昔から高かったけどどんどん高くなるよね。しーちゃんの首輪も質問時々いただきますけどフリースティッチっていう、スペルは忘れました。私の発音が悪いので皆さん検索大変かもしれませんけどフリースティッチっていうところはおしゃれなそれこそ洋服から首輪からサークルからうちはもう結構しーちゃんがいるサークルとかも全部、フリースティッチで結構揃えてます。お気に入りのデニムアイテムは昔は D スクエアードばっかり着てたです。でも今どうなんですかね皆さん D スクエアード。まあ昔からその雰囲気はあったけどだんだんそのお兄と呼ばれる人たちのブランドみたいな雰囲気になってる。なんか私の中ではだんだんそうなっていったのかなと思って私は好きなんだけどDスクエアードいっぱい持ってるんだけど、だから新しいDスクエアードは買わずに最近デニムはとはいえねDスクエアードいっぱい持ってるからあんまり買い足してないんですよ。だから昔から持ってるこの間のやっぱマルジェラの動画で来たけどガリアーノの昔のデニムとかあと、まあ、バレンシアガのデニムボロボロのデニムとかあとすごいやっぱ動画で履いて履くたびに質問いただくのはシーオールそれこそドメスティックブランドのシーオールのベルト付きの、リーバイスをリメイクした、まあ、マルジェラさんの影響が結構見て取れる、やつとかあとオフホワイトのデニムとかあれですよね今シーズンやっぱデニム買っとかなきゃっていう雰囲気はありますよね。で、ひそかに私はちょっとまだ今日の準備までは追いつかなかったけど MM6 の今シーズンのショーはコレクションはなんてだっけアップサイドダウンじゃなくて、裏返しですよね全部
裏返しがテーマで、でデニムを上下セットアップで全部裏表逆にしてるやつで、で多分コレクション MM6 なんだけどメンズのモデルが来て現れたりとかしてたから、あれのデニムのジャケット結構いいなと思って、 MM6 のやつ安くなったら見つけたら欲しいななんて思って。インサイドアウト、そうです、アップサイドダウンだ、インサイドアウト、うん、フレアのデニムはね持ってる、サンローランの昔のやつだから、デザイナーがもう何代も前の、今なんとかアイデンティティとかっていうデザイナー、あのブランドやってる人が、サンローランをやってた2000年前後のに買ったサンローラン、イブサンローランの、ちょっと再構築っぽいのかな、なんかあの時々動画に来てます。だから今フレアもさ、私あんまフレアって着ないんだけど、やっぱフレアでしょ今パンツといえば、フレアで今デニムも着てるでしょ、やっぱねフレアのデニムですよね、そうなると。だからそのサンローランのやつちょっとこの秋冬は履いていこうかなと思ってます。ギャラリーレプトをよくさ、どうですかって言われるんですよ。ギャラリーレプト買うんだったらグレッグローレン買うかなって感じ、いいと思うけど、いいと思うんだけど、グレッグローレンの方がいいなと思います。マルジェラの膝が抜けてるのは私が破いたからですね。ピラーティーね、そうそうそう、アンカバね、ありがとうございます。さすが、こんな質問いっぱいもらっちゃうとさ嬉しくなっちゃいますよね。体型維持は特にしてないです、あのしーちゃんの散歩を朝晩やってるだけ。そう、ランダムアイデンティティですね、があのサンローランをやってた時のアイテムいくつか持ってて、あの時のサンローランが好きで、あの時のピーコートがあるんですよ、そのこのステファノ・ピラーティがやってた時のピーコート、これも去年の冬ぐらいに一回動画にちらっと見せたかもしれないけど、なんかまたピーコートが来るって言ってるでしょ、だから特技にそのピーコート、そのサンローランのピーコートを着てやろうと思ってます。やっぱね服高いものは高いけど、でいっぱい買ってさ、どん体一つしかないのにこんなに買ってどうすんだと思うけど、結局何十年もそれを持ってるとさ着るよね。年に1回着たとしたって20年着たら20回着るからね。だからそういった意味では捨てられなくなるんですよね。あのメルカリとか私どんどん出して整理していかなきゃいけないんだけど、これあと20年後に着れるかもしれないとかさ、20年間1回ずつ着て、まあ、年1回着れる気がするとか思うと捨てられなくなる、はい、クリーニングはやっぱり出さなきゃなと思った時は出すけど、あんまり頻繁に年1で出したりとかはしないかな。なぜならね、あのさっき言ったようにワンシーズンに1回しか着ない服が多いから、あの動画のコーディネートの時はあのせっかくだから着ようと思って引っ張るけど、私生活で着ないからね、あんまりあのいろんなマルジェラ あのアーティザナルのやつとかって、だからあの動画で年に1回か2回着たやつをクリーニングには出さずに、まあ毛とかに気をつけて、あと無臭だを下げて、こう防虫カバーをしまっておくって感じ。福袋は買わない、もう何十年も買ってないです、うん、昔はね若い時は買ってましたよ。いやもしかして今その難しいアイテムになんか挑戦したいって思うのの、その辿っていくと福袋を買っていたっていう、福袋 でこれどうやって合わせるんだ、誰も買わないから俺のとこに来たんだろうみたいなの あったんですよ。今の福袋はそうじゃないかもしれないですけど、昔は売れ残りが詰まってて変な色とかあったんだけど、でもやっぱり悔しいからそれを着ようとするわけじゃないですか。
若い時に。その気持ちがなんか残って、今なんか難しい服の方が燃えるっていうのがあるのかもしれないから、福袋を買って挑戦するっていうことはいいと思うけど、今はそのお金があったら欲しいもの他にいっぱいあるから、あの欲しかったものを一個でも多く買おうっていう感じです。そういうよね、ポリコンの服はね、まあポリがまあ1年でダメになるっていう人もいるし、でもポリウレタン、そうなのかな、ポリエステルは大丈夫なのかな、よくわかんないんですけど、なんかね、結構その辺の記事とか詳しい人に、ポリウレタンはでも1年でダメになるって言いますよねって言っても、でも大丈夫じゃないですかっていう人もいるしさ、よくわかんないです。ニューバランスはスニーカーは持ってないかな、服はね、あのニューバランス東京なんとかかんとかわかんないけど、 そこと、それこそオーラリーのコラボしたやつは持ってるけど、スニーカーは持ってないかな。興味はありますよ、興味はあるけど、もう興味のあるものだらけで。仙台のね、仙台でおすすめのお店ね、今度そういう動画つけれたらいいね、仙台のねおすすめの。だからね、その話すると長くなるんですよ。美味しいものとかさ、いっぱいあるんだけど、また直美ちゃんの話になって申し訳ないんだけど、直美ちゃんがとにかく、まあ、洋服も好きだったけど美味しいものが好きで、仙台の美味しいものをいっぱい調べて一緒に行くわけじゃないですか。で、何回お気に入りのお店いっぱいあったんだけど、もうね、行けないわけ。ナムちゃんがいないで、俺が一人でそこに行けないから、まあ、今このご時世だから、あんまりあの仙台に遊びに来る友達っていないんだけど、仙台で美味しいものとこ連れてってくださいってなった時に、連れて行きたいんだけど、行けないんだよね、俺が。行くと、もうフラッシュバックするから。とか言ってたら、この仙台のね、サフランっていう、すごい、すっごいよく行ってた、直美ちゃんと行ってた、直美ちゃんも大好きだった、まあ、あの洋食屋さんでもカレーが有名なとこがあった、サフランって。まあ、仙台のこと知ってる方は、これ見てる方がいたら、ああと思うかもしれないけど、なくなったんだよね。あのコロナの影響なんだかなんか知らないけど、いつか行って、実は直美ちゃんがっていうのを報告しなきゃと思ったんだけど、報告する前にお店がなくなっちゃったりとかしました。あ、ライブのアーカイブは多分何もヘマをやってないと思うので残すと思います。 LV トレーナーのレビューって、 LV ってなんだ、ビトンですかのことかな。私はちょっとビトンにはまだ、あのビトンまではちょっと手が届かない。まずロエベを行かないといけない。そう、あのホワイトマウンティニアリングのコラボは、そのフリースのジャケット、あのなブルゾンみたいなやつだけちょっと興味があります。はい、 T シャツいつできますかってね、メンバーシップの方はご存知かもしれないけど、あ、そうじゃないね、みんなにも、あのソフィア隊員と一緒に越後志乃さんっていうアーティストの、仙台のアーティストの方にのところのギャラリーに行って、越後志乃さんにイラストを描いてもらって、それを展開してなんかアイテムを、ファッションはじめいろんなアイテム作っていこうっていう動画を一回上げたんですけど、昨日その越後志乃さんからイラストが上がってきました。このしーちゃんをあの作品に落とし込んでくださったやつなので、こっから私がそれを今度は使ったあの T シャツだけじゃないと思うんだけど、いろんなアイテムに展開するんだけど、ちょっとね、今バタバタしておりまして、あと私ミシンを覚えようとかしているので、そのミシンを覚えようと思った矢先、ミシンが壊れていたので今修理に出して、多分今週戻ってきたらまた勉強して T シャツできれば、ちょっと自分でミシンをかけてそういう T シャツ作りたいなと思ってるんで、皆さんのところに届くにはちょっと時間かかるかもしれないですね。でもその様子は、ちょいちょいあのメンバーシップのライブ配信とかではやっていこうと思ってます。多分一般の動画にしても多分そんなに興味のある方はいないかもしれないんで。サステナブルについては、難しいので、あのなかなか一口には言えません。だからあの前の動画で言ったけど、私にできることは
好きな洋服をできるだけ長く着るということができることっていうか、楽しみながらやれるのが一番だから、それが楽しみながらやれることかなっていうことですね。はい、さっきのグッチの赤いやつソフィアタイに似合いそう、買ってあげるかね。そう、あ、ゴヤールはね、ゴヤールもね、ナムちゃんのゴヤールのバッグにペイントしてもらう、また別の知り合いのアーティストの人にペイントしてもらってるんですけど、あの動画を撮影して以来連絡を取ってないんで、あの時の約束はナオミちゃんの命日の時に動画にしたいから、それまでにやってねっていう話をしたんです。ナオミちゃんの命日が10月の5日なんで、もう迫ってきてるんで、そろそろどんな感じですかって連絡してみようと思います。ミシンでバッグを作ってる、いいですね。はい、キャピタルね、はい、お料理動画ね、お料理動画ね、キャピタルね、すごい、海外サイト見てさ、海外サイト見て、あ、これいいなって目が止まる、それこそギャラリーレプトよりも目が止まるのはキャピタルなんですよ。で、キャピタル、あまりにも目が止まるから、なんだっけって調べたら、日本のブランドなの？でもなんか突然、なんか謎のニコちゃんマークとかあるじゃないですか、キャピタルって。ちょっとまだは、キャピタルの、なんかよくわからない、まだどういったものなのか。なぜあのニコちゃんマークみたいなのが、わけがあるのかもしれないけど。はい、ということで、すごい喋った。すごい喋った。で、じゃあ、ちょっと最後ね、このナイキと、堺のやつのご質問だけ。言うと、昔欲しかったけど、ちょっとわかんない、私だけの、もうそんなのみんな言ってるよって言うかもしれないですけど、あまりにも出過ぎてて、で毎回完売するんでしょうけど、もういいかな、もう昔ほど欲しくはなくなってきたかなっていうのと、どっちかっていうと、だったら自分でナイキバイユーでやった方が楽しいかなって最近思い始めて、あとそれこそベカさんっていう他のね、YouTuber の方とかもやってるけど、自分で、ベカさんだけじゃないね、あと、ホッシャンとかもやってんのかな。なんか、自分でスニーカーをカスタマイズする人がいるじゃないですか。なんか色、その汚しを入れたりとか、ああいうのもかっこいいなとか思い始めて、まずミシンやらなきゃいけないんだけど、だから、堺のコラボ、もういいけど、まあ、そこでそのなんか全集中とかやるよりも、なんか自分でなんかスニーカーとかもカスタマイズ自分でやるのもなんかいいかなとか、どっちかっていうとそっちの方に気持ちが向いてます。キャピタル地元の人、ノスタルジーにとらわれることは、まあ、ないと言ったら嘘になりますけど、できるだけとらわれないようにしてます。なんか昔話を、10年に1回ぐらいやるのはいい、でもいつも昔話をするよりも今の話とか、明日の話をしたいという気分ですかね、とか言いつつマルジェラのアーカイブとかを紹介してるんですけど、なんか私の偏見かもしれないけど、やっぱり居酒屋とかで昔楽しかったねみたいな話をしている大人にはなりたくないんですよね。だからそれはそれで楽しい世界なのかもしれないけど、それよりも今の私は、まあファッションもそうだけど、まあ音楽とかさ、あと映画とか、本当に今出てきてるそういったものにすごく興味がありますね。若ぶっているだけかもしれませんけど、はい、ありがとうございます。いっぱい私の知らないものをいっぱい教えていただいて、とんでもない56歳になりそうです。
勉強してもっと素敵な大人になりたいと思います。皆さんのおかげでいろんなことも知れたし楽しい誕生日になりました。皆さんのために何かお返しをしたいんですが、何をしていいかわからないので乾杯でもしましょうか。せっかくロング缶引っ張ってきたのにあんまり飲んでなかった。なので、なんか告知なかったかな、まあ忘れた。なので、思い出したらなんかまたなんかします。ちょっと9月はね、メンバーシップの方には言ったけど、9月は動画をいつもの倍上げる月間として頑張っているので、ちょっと多分9月いっぱいでもう力尽きると思うんで、その後ペース元に戻るかもしれませんけど、ちょっといろいろ今月は動画いっぱい上げようと思いますので、よろしければ見てやってください。はい、皆さんありがとうございました。はい、しーちゃんも起きた。はい、みんなにご挨拶ありがちょありがちょということで、最後にお疲れ様でした。残り1週間、来週はなんとかウィークみたいなのがあるみたいなんで、それまで頑張りましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。アーカイブ残します。私もアーカイブを見るのが楽しみです。終了。